ヤクルトデーゲームの模様を実況担当川木直樹でお届けいたします。ジャイアンツの先発はサウスポーの金と、対するスワローズの先発は竹山となっています。さあ、まもなく試合が始まります。さあ、注目の立ち上がり、スワローズの攻撃。トップバッターは川島、直球ストライク、インローへ。1球目ストライクから第2球を投げた、打ちました、バットの先。これはどうだ、追いつけるか。高橋前進、ライト掴みました、ワンアウト。2番セカンド田中、背番号スライダーストライク、ワンナッシング。第2球を投げた、フォークボール外れました、ワンストライクワンボールです。投げた、インロー攻めて、ボール、内角高めいっぱい、ストライク、ツーツー。第5球を投げました、打った、ファウルボール。第6球を投げました、高めボール球打った、掴んでツーアウトになります。バッターは3番青木、第1球を投げました、直球を外れました。第2球を投げました、スライダーボール、アウトコースへ、ノーストライク、ツーボール。投げました、ストレートはストライク、アウトコース低め、ワンストライク、ツーボール。次は4球目、まっすぐ高めに、少し迷ったか。第5球を投げました、打った、ヒットになります、ボールは中継。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。一塁牽制球を振ります、セーフ。ストレート決まってワンナッシング、はい、測ったようにインコースいっぱい。さあ、2球目、フォークはボール、膝元へ。第3球を投げた、内角際どい球、ボール、低め、スライダー外れて、ボール、ワンスリー。フォーク打ちました、ファウルボール。自動的に一塁ランナースタートします。ライト前進、高橋足が止まって構えた、取りました、これでスリーアウト。一塁ランナー青木残塁に終わりました。スワローズスコアボードに0の文字が入ります。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは坂本、投げた、打ちました、初球打ち、ピッチャーボールを取る、ファーストへ、アウト、ワンアウトです。バッターは2番亀井、第1球を投げた、あーっとまた初球打ち、レフト前ヒット、ボールは中継。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球を投げました、打ちました、ショート取って2塁を送る、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトです。0対0、ジャイアンツ初回0点に終わっています。これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは5番リグス、投げました、初球決まってストライク、初球まずは入れてきました。第2球を投げました、ボール、わずかに外、あっと抜けた、投げました、内角低めいっぱい、ストライク。さあ、投球5球目、ボール外れました、これはわずかに低いか。次はラストボール、投げました、打ち上げた、亀井前に出る、亀井ゆっくりと構えた、取ってアウト、ワンアウト。バッターは6番宮本、投げました、外角高め、直球ストライク、まずは初球決めてきました。初球ストライクから投げた、打った、センター前に出る、亀井手を挙げて取りました、宮本センターフライに終わりました。バッターは7番福川、第1球を投げた、ボール外れた、膝元直球ストライク、ワイドワン、インコース引っ張った、取ってアウト、次
リーアウト、チェンジ。最後はレフトフライに倒れました。2回表が終了して0対0、両チーム無得点です。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは4番高橋、アウトの変化球ストライク。1球目空振りから第2球を投げた、お速球外れました。ワンエンドワンから第3球を投げた、打ちました。福川両手を広げてファールグラウンド、ボールをつかみました。高橋キャッチャーファールフライに倒れました。第1球を投げました、打ちました。あっとバットが折れた、ファールボール。1球目ファールから投げました、インコース引っ張った、ファールボール、切れていきます、ファール。第3球を投げました、打った、ショートボールを取る、ファーストへ送る、アウト。バッターは6番イースインヨプ、第1球を投げました、シュートゴール、まずはアウトロー。第2球を投げました、インコース低めいっぱいストライク。第3球を投げました、低めわずかに外れて、ゴール。第4球を投げた、打ちました、掴んだ、一塁へ、アウト。これで3アウトチェンジ。最後はセカンドゴロに倒れました。2回が終わって0対0、両チーム無得点です。これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー立山、外角高めいっぱいストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げた、ストレート打った、ファウル。第3球を投げた、打った、引っ張った、ヒット、ボールは中継。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。まっすぐ決まった、ストライク、際どい球、投げた、打って、これは平凡な当たり、セカンドへ、2塁フォースアウト、1塁転送、セーフ。ワンアウトランナー1塁に変わります。打順は1番に戻って川島、これが2打席目になります。投球ストライク、盗塁成功。第2球を投げました、直球もアウトコース低め、際どいところ。第3球を投げました、低め、判定はボール。第4球を投げました、インコースわずかに外れて、ボール。ワンエンド3から投げました、打った、これはヒットになります。バックホームセーフ、スワローズ1点先制、川島タイムリーヒット。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは2番田中、今日2打席目、直球ボール、まずはアウトコース低め。第2球を投げました、フォークはストライク。投球3球目、スライダー空振り。さあ4球目、外角決め、判定はボール。さあ5球目、ストレート空振り三振。バッターは3番青木、これが2打席目になります。第1球を投げた、アウトコースわずかに外れてボール。真ん中低め変化球ストライク、ワイドワン。第3球を投げた、打った、ファウルボール。外のボールが持った、高橋前進、ライトボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対0、スワローズ先制点を挙げています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番阿部、速球ボール、ノーストライクワンボール。さあ次の投球です、アウトサイド、判定はボール、ノーツー。第3球を投げた、速球見送ってボール、阿部よく選んでいます。投げました、速球決まってストライク。第5球を投げました、打った、一、二塁間大内破った、ボールは中継。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げました、一塁送球アウト、ワンアウト。
ここでバッターボックスは木村。9番セカンド木村拓哉。初球打ちました。背番号ボールは中継。さあこれでワンアウトランナーは一塁三塁。第1球を投げました。内角高め打った。ワンバウンド抜けた。三塁ランナーホームに帰ってくる。三塁ランナーホームイン。ジャイアンツ取られた後すぐ同点に追いつきました。セーフ坂本ランナー一走のタイムリーツーベース。ジャイアンツあっという間に逆転。第1球を投げました。速球外れました。投げました。スライダーをインコースへ。ノーツー。第3球を投げた。スライダーボール内角へ。ノースリー。次が4球目打ちました。バットの先っぽ。はい。第5球を投げた。打ちました。これはショート一塁送る。アウト。ここで迎えるバッターは小笠原。今日2打席目。ボール低めわずかに外れた。ノーストライクワンボール。ワンボールから投げた。スライダー打った。青木前に出る。坂本三塁です。とさあこれで2アウトランナーは一塁三塁。第1球を投げた。外れたボール。アウトコース際どいところ。インコース詰まらせた。福川落下点構えて取りました。序盤終わって2対1。さあ序盤からシーソーゲームの様子を呈してきました。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターはガイエル。今日2打席目。アウトコース2番でストライク。まずは初球決めてきました。1球目ストライクから第2球を投げました。打ちました。ツーナッシングから投げました。打った。ガイエルいい角度で上がっていきましたがセンターフライです。そして右バッターボックスにはリグス。これが2打席目になります。内角低め判定はボール。第2球を投げました。インローギリギリいっぱい。ストライク。ワイドアウト。第3球を投げました。スライダー打った。ワンバウンド。ボールがフェンスに当たる。バッターランナー一塁剣をつけて二塁も狙うか。リグスライトへのツーベースヒットを放ちました。ワンアウトランナー二塁に変わります。そしてバッターは宮本。今日2打席目。切れました。ホイセカンド牽制球です。セーフ。フォークはボール低め。ワイドアウト。さあ3球目空振り。バッター追い込まれました。ツーエンドワンから投げた。流し打ちどうだ。ライナー1、2塁間抜けた。さあこれでワンアウトランナーは1塁3塁。第1球を投げた。見送ってボール。わずかに外。第2球を投げた。スライダーはボール。福川よく見ています。投げた。スライダー決まってストライク。際どいところ。次は4球目打った。セカンドが横飛び二塁へ。セカンドボールサーブ。ファーストはアウト。ダブルプレイ。これで3アウトチェンジ。4回表が終了して2対1。ジャイアンツ1点リードは変わりません。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは5番ラミレス。第1球を投げた。インサイド判定はボール。第2球を投げました。シュート決まってストライク。第3球を投げました。打ちました。どうだ。入るか入るか。フェンス直撃。ダミレス2塁も狙う。セカンド送る。セーフ。ものすごい当たりがライトのフェンスダイレクトで当たりました。ここでバッターはイースインヨク。今日2打席目。おお速球外れました。アウトコース際どいところ。投げました。ストライク。久本厳しいところ。スライダーを使ってきました。投球3球目。おお第4球を投げました。速球はストライク。内角高め投げました。これでワンアウトランナーは二塁変わりません。この場面でチャンスに強い阿部。
レフト作りました。ボールは中継。バッターはピッチャー金戸。8番ピッチャー。さあ初球、おお、スライダー外れました。ワンボール。さあ次の投球です。おお、外れました。金戸集中しています。低め際どい、おお、ボールカウントロースリー。ここを選んでフォア。竹山ストレートのフォアボールを与えます。左バッターボックスは9番木村。これが2打席目になります。木村達也。速球を、第2球を投げた。低めの球見送ってストライク。打った、二塁へ、二塁フォースアウト。ランナー一塁二塁残塁。4回が終わって2-1、ジャイアンツ無得点で終了です。5回の表1点を追いかけますスワローズの攻撃。先頭バッターはピッチャー立山。直球決まってストライク。投げました、打った、掴んでワンアウトになります。バッターボックスはラストバッター飯原。今日2打席目。第1球を投げました、アウトコース低め、直球決まってストライク。第2球を投げました、打ちました。亀井全身を取って、これで2アウト。打順トップに帰って川島、これが3打席目になります。第1球を投げました、流し打ち、ファールボール。第2球を投げました、インサイド直球ボール。第3球を投げた、おお、外れた。金戸今の投球でちょうど70球目になります。打った、流し打ち、一、二塁間ライナー破っていった。ボールは中継。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。第1球を投げた、ゴー、インコースへ。ワンボール。第2球を投げた、外れた。ボール、速い球できました。第3球を投げた、直球空振り、打った、ヒット。川島二塁でストップ。田中今日初めてのヒットを放ちました。第1球を投げました、打った、二遊間ライナー破っていった。さあこれで2アウト満塁。投げました、打ちました、ダイレクトで当たった。田中一気にホームへ。スワローズ逆転成功。本塁へ、スワローズ一気に逆転。ガイエルランナー一走のツーベース。ここでタイムを取りました。金戸登板、吉武今日2番手としてマウンドに上がりました。ここでバッターボックスはリグス、今日3打席目。投げました、変化球ストライク、インローへ。初球まずは入れてきました。投げました、変化球ストライク、アウトコースへ。カットボールを使ってきました。第3球を投げました、打った、ヒットになります。ガイエル一気にホームへ。二塁ランナー今ホームイン。スワローズさらに1点追加、ビッグイニングになった。そしてここでバッターは宮本。さあ1球目、直球ストライク、インハイへ。まずは初球決めてきました。初球ストライクから投げました、おっと打ち上げた、センター前進。亀井余裕があります、掴んでこれで3アウトになります。5回表が終了して5-2、スワローズ3点リードに変わっています。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番坂本、これが3打席目になります。見送ってボール、わずかに外、アウトコースの変化球ストライク。スライダーを使ってきました。次は4球目、シュートはボール、インコースへ。ボールカウント1-3、引っ張った、切れていきます、ファウル。結局外れてフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは2番亀井。投げた、初球バント、ファーストへ。
イ。さあ得点圏にランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。そして迎えるバッターは小笠原、今日3打席目。第2球を投げました。打った、ライト交代、ライト落下点、ライト取りました。打球を確認して三塁へ向かう。三塁送る、三塁セーフ。そして左バッターボックスには高橋、第1球を投げました。インコース低め、わずかに外れた。さあ次の投球です。内角スライダー外れてもボールカウントロー2。第3球を投げました。インコース詰まった。結局三塁残塁で終了です。前半終わって5対2、スワローズ3点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回の先頭バッターは福川、これが3打席目になります。変化球ストライク、アウトローへ。1球目ストライクから投げました。カットボール外れました。アウトコース際どいところ、ワイエンドワンから第3球を投げました。ボール、福川よく選んでいます。低め際どい球、ボール、ワンエンド3から第5球を投げた、打ちました。ボールを掴んだ、ファースト送り、アウト。福川今日ここまで3打数ノーヒットです。バッターはピッチャー立山。ピッチャー立山、ストレートはボール、ボール1から投げた、打ちました。一塁へ、アウト。バッターは9番飯原。投げた、刻むと変化球ストライク。初球まずは入れてきました。第2球を投げた、直球ストライク。第3球を投げました。ボール、アウトサイドへの変化球。ツーエンドワンから第4球を投げました。外のボール球を打った。坂本カバーに入る、送球がそれた。坂本悪送球でエラーが記録されました。今日2本のヒットを放っている川島。さあ1球目、ボール外れました。投げました、胸元、直球ストライク。一塁牽制、セーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。セーフ。もう一度一塁牽制球です。セーフ。吉武ランナーの動きを警戒しています。ストレート打ちました。ボールを取って一塁へ、アウト。スリーアウトです。一塁ランナー飯原残塁に終わりました。6回表が終了して5対2スワローズ、スコアボードに0の文字が入ります。6回の裏3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは5番ラミレス。高めわずかに外れた。ワンボールから投げました。インサイドわずかに外れた。シュート外れました。ボールカウントロースリー。第4球を投げたラミレス、選んでフォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは6番イースインヨプ。第1球を投げた、チェンジアップ、見送ってボール、これはわずかに低いか、ストライク。ワンエンドワンから投げた、打った。ボールを取った、メリー送球、メリーアウト。パスはどうか、セーフ。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは7番阿部。速球ボール、まずは高め、ノーストライク、ワンボール。速球見送ってボール、ボールカウントノーツー。投げました、速球外れました。打った、引っ張った、バイバイ。投げました、ウォロー。ここでタイムがかかります。ピンチヒッターは谷。ジャイアンツ選手の交代を知らせいたします。投げました、ストライク、決まった。谷、背番号8。ジャンプ牽制、セーフ。投げました、インコース高めいっぱい、ストライク。あっという間に追い込んだ。ツーナッシングから投げました、インサイドついてボール。
4球を投げました。おー、外れた。谷よく見ています。いいスイング、よくスタート。低めボール球打った。ボールを取って二塁へ。二塁アウト、一塁アウト、ダブルプレー成功。今日2回目の併殺でこの回を終えました。6回が終わって5対2スワローズ、3点リードは変わりません。吉武マウンドを降りまして、山口今日3番手としてマウンドに上がります。いよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは2番田中、今日4打席目。ストレート見送ってボール、1球目ボールから投げた。内角低め打ちました。取って、これでワンアウト。ここまで2安打の青木、第1球を投げた。直球ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。これは見送ってボール、わずかに外れてワンエンドワン。投げた、スライダーボール外角へ。ワンストライクツーボールです。内角際どいボール投げました。インハイ打った。ボールを取って一塁送球、アウト。バッターは4番ガイエル、これが4打席目になります。さあ初球まっすぐ決まった、ストライク。投げました、直球決まってストライク。投げました、直球打った。伸びる、ラオも伸びる。ライトセンター見送った。ホームランだ、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、バックスクリーン右横に打ち込んだ。今日2本のヒットを放っているリグス、第1球を投げました。ストレートはボール、まずはアウトコース。第2球を投げました、スライダー外れてボール。リグス集中しています。投げました、スライダー外れました。次が4球目、ストライク、膝元厳しい球。内角直球ストライク。さあ6球目、結局フォアボール。リグスここはよく見ました。右バッターボックスは6番宮本、今日4打席目。打った、トップ、これで3アウトチェンジ。7回の表が終わって6対2スワローズ、この回1点を加えています。ここでタイムです。立山降板、加藤今日2人目のピッチャーとして登板です。7回の裏ジャイアンツタックルセブンの攻撃、この回のトップバッターは木村、今日3打席目。直球ボール、まずは内角、ノーストライクワンボール。さあ次の投球です。打った、ファウル。第3球を投げた、打ちました。一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターはトップに帰って坂本、投げた、まっすぐ決まった、ストライク。速球打った、レフト後方ワンバウンドヒットになった。ボールは中継へ。坂本左中間深いところへのツーベースです。ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは亀井、ワンストライク。投げました、スライダーボール低め、ワイドワン。第3球を投げました、アウトロー打ちました。センター前進、センター掴みました。ボールは中継へ。そして左バッターボックスには小笠原、これが4打席目になります。空振り、的を絞れません。まずはまっすぐから入ってきました。初球空振りから投げました、ボール、速球外れました。高めわずかに浮いたボール。投球3球目、ストレート打った、青木バック、センター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、バックスクリーン右、ライトスタンド狂気乱舞。バッターは4番高橋、ライト高橋由伸。さあ1球目、内角際どい球、ボール。さあ次の投球です。インコースわずかに外れてボール、ボールカウントロー、ツー。投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。ストレートでグイグイ押してきます。バッティングカウントから第4球を投げました、アウトサイドわずかに外れた。
さあ5球目、内角見送ってフォアボール。バッターは5番ラミレス。アウト、低めいっぱい、ストライク。高め際どいボール打ちました。さあ4球目、インコース詰まらせた、一塁送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。7回の裏が終わって6対4、ジャイアンツあと2点を追いかけます。これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは7番福川、ストレートボール、まずは高め、ワンボールから投げた、内角低めいっぱい、ストライク。ワンエンドワンから投げた、直球ボール低め、第4球を投げた、直球ボール内角へ、投げました、打った、ラミレス交代、取りました。これでワンアウト、ここでタイムを取りました。代打は真中。スワローズ選手の交代を知らせいたします。第1球を投げました、初球打ち引っ張った、ヒット、真中一塁蹴って二塁も狙うか。スワローズ今日4本目のツーベースヒット。ここでタイムがかかります。山口マウンドを降りまして、西村今日4人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターボックスはラストバッター飯原、直球見送ってボール、わずかに外、レフト飯原。さあ2球目、あーキャッチャーこいつ、真中三塁へ投げました、ボールストレート外れました。飯原よく選んでいます。第4球を投げました、速球ストライク、ワンエンドスリーから投げました、外角低めいっぱい、ストライク。フルカウントから投げました、アウトロー打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウト。ここまで2安打の川島、1番第1球を投げた、直球ストライク、インコースへ、初球まずは入れてきました。第2球を投げた、直球打った、一塁送球アウト、スリーアウトになりました。サンディーランナー真中残塁に終わりました。8回の表が終わって6対4、スワローズこの回0点に終わっています。加藤登板、谷原今日3人目のピッチャーとして登板です。8回の裏2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、この回の先頭バッターはイースインオク、今日4打席目、福川が落下点に入った、ファールグラウンドで取りました。イースインオク、キャッチャーファウルフライに倒れました。第1球を投げた、スライダーはストライク、直球ストライク、外角高め、バッター追い込まれました。ツーナッシングから投げた、あと打ち上げた、センター前に出る、青木足が止まって構えた、取りました。これでツーアウト、ここでタイムです。バッターは代打矢野。さあ初球、速球ボール、まずは外角、ボール直球外れました、矢野よく見ています。投げた、打った、取りました。これでスリーアウト、最後はレフトフライに打ち取られました。8回が終わって6対4、スワローズ2点リードは変わりません。西村マウンドを降りまして、クルー今日5番手としてマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは2番田中、低めわずかに外れてボール、セカンド田中、第2球を投げました、打ちました、切れました、ファウル、投げました、速球ボールインコースへ、投げました、速球ボール、田中集中しています。ワンエンドスリーから第5球を投げました、アウトの直球ストライク、ツーエンドスリーから投げました、これは打ち上げてしまった、ファウルグラウンドキャッチしています。田中詰まり気味のファーストファウルフライに終わりました。
ただヒット、ボールは中継へ。さあワンアウトからのランナーが出ました。第1球を投げた、打った、これはヒットになります。ボールは中継へ。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁。第1球を投げた、ストレート決まってワンダッシング。第2球を投げた、速球見送ってボール。さあ3球目、インサイド判定はボール。打った、ショートボールを取る、一塁へ、一塁アウト。ここで迎えるバッターは宮本。第1球を投げた、外野の三塁も回った。続けて二塁ランナーもホームイン、宮本ランナー一走のタイムリーツーベース。ここでタイムを取りました。クルーン降板、落ち今日6番手としてマウンドで上がります。そしてバッターは福川。第1球を投げた、外れたボール。第2球を投げた、高め、速球外れたボール。投げました、直球ストライク、インハイへ、ストレートで押してきます。投げました、高め際どい球ボール。第5球を投げました、打ちました、レフト前ヒット。福川今日初めてのヒットになりました。ここでタイムがかかります。スラボーズ選手の交代をお知らせいたします。直球ストライク、アウトコースへ、ワンナッシング。第2球を投げました、高めボール球打った、取った、一塁送球アウト、これでスリーアウト。9回の表が終了して8対4スワローズ、この回2点を加えています。萩原マウンドを降りまして、吉川今日4番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番木村、投げました、外角高めの変化球ストライク。さあ次の投球です、外角低め打ちました、ファウルボール。ツーナッシングから第3球を投げました、インサイド打った、セカンドから一塁送球アウト、ワンアウトです。今日2本のヒットを放っている坂本、初球外れてボール。ボール1から投げた、ボール、インサイドわずかに外れた、速球外れました、坂本よく選んでいます。際どい球選んでフォアボール、吉川ストレートのフォアボールを与えます。ワンアウトランナー1塁に変わります。バッターは2番亀井、これが5打席目になります。投げた、見送ってボール、亀井よく見ています。さあ3球目、スライダーボール、亀井集中しています。一塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ。第4球を投げた、ここを選んでフォアボール、ストレートのフォアボール。ここでタイムです。吉川登板、キムチャイン今日5人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。ここでバッターは小笠原、直球外れました、際どいところ。第2球を投げました、速球ボール、内角へ、ボール、速球外れました、またインサイドの球、ノースリーから投げました、打った、一塁へ、記録は内野安打。ここでチャンスに期待がかかるバッター高橋、今日5打席目、お初球ストレートから入りました。第2球を投げました、速球を高橋よく選んでいます。ノーツーから投げました、高め見送ってボール、スライダーはストライク、ワンスリー。次は5球目、投げた、打ち上げた、ランナー2人ともスタートを切った、三塁へ、ジャイアンツ1点返しました。勝利まであと1人、続
そしてバッターボックスはラミレス。これが5打席目になります。シンカーを始め、ボールカウント1ボール。1ボールから第2球を投げた。引っ張った。切れていきます。ファール。さあ3球目。外際どいボール。一塁牽制球を送ります。一塁はセーフ。勇敢ライナー破った。ボールは中継。ジャイアンツ点差を2点に縮めました。ラミレスセンターへのタイムリー。第1球を投げた。打ちました。フェンスに跳ね返った。レフトからサードへ。二塁ランナーホームイン。いいスイングよく。レフト線へのタイムリーヒット。ここでタイムを取りました。イムチャインはマウンドを降りまして、五十嵐サヨナラのピンチでの登板です。バッターはチャンスに強い阿部。直球ボール、ノーストライクワンボール。初球ボールから投げました。投げました。インコース、速球外れてボール。ボールカウントワンツー。内角低め、速球外れてボール。打った、引っ張った。ライト掴みました。試合終了です。今日のハイライトシーンをご覧ください。さて今日のヒーローはガイエル。今日の試合を決定づける逆転タイムリーを放ちました。ご覧いただきました一戦は、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズ8対7、スワローズ勝利しました。実況、川地直樹でお伝えいたしました。